ありがとうございます。長松清純です。なかなか YouTube の方が更新ができなくて、本当に、ダメだなというふうに思ってます。もうコロナになりまして、もういろんなことが あります。昨日はオリンピックが、パラリンピック、いよいよ開催ということで開幕式がありました。まあ、それはともかく、本当に毎日ですね、コロナに負けないぞ、コロナでできなくなるということを増やす、まあ、それが増えざるを得ないんですけれども、でもそれじゃダメだということで、毎日ですね、お誕生日の方にビデオメッセージを送るというご報告をこの状況の中でしてるんですね。まあ、ごちゃごちゃしたところなんですけれども、まあ、とにかく、お寺には誕生簿っていうのがありまして、一回でもおじいちゃんおばあちゃんお父さんお母さんがお誕生日、この子のお誕生日、無事に迎えましたってお礼をあげた方はずっと誕生簿に名前を載せてまして、毎年誕生日が来るたびに、今日までの身体健全の御礼というお礼の言上をして、で今日から1年間の健康ご無事充実した毎日をご祈願させていただいているんです。で、普段はそれだけなんですけれども、コロナだから、まあ、自粛生活とかいろんなことで不安だとか神経が擦り切れたとかいろんな声を聞く中で、少しでも心が近づくために何かできないかと思ったら、この誕生日の方にお祝いのメッセージを届けるということだったら、嫌がられない。むしろ、心が少しでも、普段はなかなかご挨拶もお話もできない方でも、心が近づくんじゃないかなということでさせていただいてきました。で、もう本当に朝のお参りが終わって戻ってきて、毎日やっぱり妙心寺だと、5人ぐらいの誕生日の方がおられまして、で、一人一人にこうビデオをこう、ちゃんとこう作ってメッセージを一人一人に向けて、作らせていただいてるんですけれども、なかなかやっぱり、これは、時間がかかりまして、いつもそれだけで1時間半ぐらい、書斎にこもって、なんかやってしまうというようなことで、なかなか、あれですね、難しい。で、実はね、こう編集とかがなかなか難しいので、YouTube の、限定公開の、ライブ中継を、選ばせていただいているんです。そうすると、こう、編集なしで、スタート、ストップで、URL 知ってる人しか見れないので、そんなことを、コツコツしてまいりました。それが、こう、コロナで、コロナだから、むしろできるようになったっていうことの一つなんですね。で、そんなことも、お話をしているのが、今日のタイトルですけども、横浜ラグーン。横浜ラグーン、心と体の免疫力アップ。まあ、一生懸命番組放送をしてまいりましたも、3年目数えてみればですよ、おととしの10月からスタートしましたんで、おととし、去年、今年と、3年越しの放送になってすごくありがたいなというふうに思ってます。前回も人間の本業ということに触れさせていただいたり、工夫のある生き方をしようと、いうようなことをお伝えしたりして、ものすごく反響をいただきまして、いろんな方からメッセージをまたいただきました。ありがたく思ってます。で、来週もそうなんですけれども、来週は、すごくまた重たい、深い、メッセージ。もう横浜ら、もうディレクターの市議さんもおっしゃってるんですけども、これ、ラジオっていうのはもう、本当に不思議なんですよ。もう生活の一部に、なっていく方、もう1年2年を超えるともう生活の一部になっていく、本当に大事なリスナーの方がたくさん出てくると、しかも横浜ラグーンにしか多分送れないようなメールがお便りがたくさん届いてく、るようになりまして、本当にありがたく思ってます。でも今回もすごく深いもので、まあ、皆さんも僕あんまりプロフィールのことをお話しませんけれども、ラジオなので、まあ、そんなこともラジオってね、まあ、音楽もしっかり選んで流せる、逆に YouTube とかだと音楽は流せないですよね。素敵な音楽たくさん世の中にあるので、僕音楽大好きですので自分で選んでお届けをしています。
で、まあ、ラジオは、ラジコだったら何回も聞けますけども、やっぱり、なかなか再放送もないし、やっぱりその時のリスナーの方との結びつきなので、正直に何にも飾らずに、放送させていただこうというふうに思って、まあ、質問、お便りも、真正面から受け止めて、で、別に頭をいっぱい使って難しいこと、を伝えるんじゃなくて、正直な自分の言葉、自分の思いでお話をするように心がけてます。やっぱりこう、自分の言葉じゃないものっていうのは、作り物感というか、飾り物のような、読み上げの文章、本を、なんか書き物を読み上げてる朗読なんのようになってしまうと、本当に苦しんでる、本当に求めてる方の心には届かないと思うので、まあ、そんな風に心がけて、今、させていただいているのが、横浜ラグーン。今日は、これから和歌山の方に向かいまして、和歌山一乗寺というところで、明日日曜日、街道へのご奉公をさせていただきます。で、その後は、ちょっと北海道に行かせていただく予定を取っております。これもすごく大事な、人生ご奉公の分岐点になると思っています。私がインターネットによく詳しいとか、いろんなことを言われるんですけれども、そうしたことをいつも、先駆けて、教えていただいてきた、方々がおられるんですね。で、やっぱり本当にこう、自分なりに大学生の時から今に至るまですごく大事なポイントで学ばせていただいてるな。今世の中がもうひっくり返るぐらい大変革期を迎えている中で、お寺もバージョンアップしていかなきゃいけない。僕たちの心もご方向もやっぱり、変わっていかなきゃいけない。しかも時間は限られてる。もう今年の夏の暑さも異常ですね。異常というかもう皆さんも森を見ていただくとわかると思うんですが、この時期にあってはならない木の枯れ方をしています。圧倒的に自然のこう、営みがもうバランスを崩してる。もうこれはもう明らかです。僕は正直に言えば、まあ五輪もいいですけれども、今責任ある立場にいる方々にはもう総取り返したいぐらいです。やっぱりこう間に合わないし、危機感が足りないし、既得権益がありすぎるし、しかも日本は、政権交代のない、保守の方は、すごく中国のことを批判しますけれども、日本も、戦後、この上手な政権交代ってなかなか起きてないので、一党独裁というか、与党が固定化して、そこに、利権が集中して、僕はもう何党でも、いいと思うんですけれども、でも、やっぱりこう、健全な形にするためには、やっぱり、いろんな大事な正しい教えとか、あるいは、正しい、制度、交代の制度。まあ、仏教の坂本龍馬にもありましたけど、書きましたけれども、日本というか世界中、正しいこれだっていう答えのような政治生態、形態というのは見つけてないですよね。資本主義だとか共産主義だとか、そんなことだけではありません。君主制は独裁制になるし、下等制は貴族制になりますし、民主制は宗具制ということになる。宗具制が極まるとみんなから独裁制を求めるというか君主制を求める、誰か助けてということで、まあ、君主制になるけど君主制はまた独裁制を生んで、もうこれぐる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 人類史は繰り返しているんですね。まあ、僕が心配しているのは、インターネットや、SNS デバイスが進化して、民主的な世界が広がるかというと、どうやらそうでないことは明らかです。統治するもの、統治されるものが鮮明に、分かれて、しかも統治するものは様々なデータを駆使して、我々というか大衆のマインドというのをコントロールできそう。情報もむしろ今までよりもコントロールしやすそうということが分かってきました。アルゴリズム、AI、いろんなことがありますけれども、先日も、ある、マーケティングというか、もう本当に、日本のトップの、IT 企業の方に、お話を聞くと、もう隠す情報、前に押し出す情報、全部コントロールできますというようなことをおっしゃってましたし、本当に
我々しっかり目を開いて見開いてチェックしていかなければならないというふうに思います。まあ、横浜ラグーン、お坊さん住職の目から見た世の中とか、あるいは、住職今までこうやって、仏の教えをいただきながらご奉公してきた人間の正直な言葉、素直な心みたいなものをそのままお聞き届けいただいて何かが生まれるとしたら、それは本当にありがたいというふうに思ってます。ぜひそんなことをお伝えしながら過ごしたいと思いますので、よろしくお願いします。横浜ラグーン応援してください。またメールなどもたくさんください。よろしくお願いします。ありがとうございます。和歌山行ってきます。